こんにちは、アミチクラボのゆみです。今日はこの日よけ用のハンドカバーを編んでみます。でこれは8目2段の、模様を繰り返して、でちょっと左右に模様を補って作った、編み方でして、前回透かし編みの靴下の動画を作ったんですけど、それよりももっともっともっと簡単に編めるようになってます。なので透かし編みの靴下の動画を見て、これはちょっと難しいなって思ってしまった方にも今回は挑戦していただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。で今回は、ダウンロードパターンの方を用意してますので、ぜひアミチクラボのストアの方、動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらを覗いてみてください。それでは材料と道具の紹介からスタートします。今回使う糸は、セリアさんで見つけた UV コットン 100% という糸です。コットン 100% で1玉が 20g 61メートルの糸です。今回この糸1つで片手が編めたので、2玉あれば、両手が編める計算になります。ただ結構ギリギリだったので、大きめにしたい方とか長めにしたい方は、少し余裕を持って糸を用意していただいた方がいいかなと思います。100円ショップではなかなか糸が手に入らないことがあるので、同じようなゲージで、同じような素材と同じようなゲージで、代用できそうな糸を探してみました。でこの、UV コットン100を UV コットン 100% を作っている五松産業さんの糸で、シルコ UV という糸が楽天のケイトピエロさんの方で売ってましたので、こちらが割とゲージが近くて、素材も似たような感じでいいんじゃないかなと思いました。一応概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。使用棒針は4から5号ということで、今回は5号60センチの輪針を使用していきたいと思います。あとは、糸切りバサミととじ針が必要です。それと親指の穴を編むときに別鎖の作り目を作るところがあるので、その時用に同じぐらいの太さで、なるべく滑りのいいコットンの糸なんかを用意しておいてください。ほんのちょっとで大丈夫です。それとその糸に合わせてかぎ針を、1本ご用意ください。それから親指の穴を開けるときに目を休めておくときに、このほつれ止めを使います。まず糸端から60センチから80センチぐらいのところを左手の人差し指にかけて、手前に糸端側、奥に糸玉側が来るようにこのように持ちます。で針を持って、右手で針を持って糸の上から当てて1回くるっと回します。でこれからこの状態から指でかける作り目を40目作っていきます。これを1目目と数えて、親指の手前側の糸の下から針を入れて、人差し指の手前の糸を引っ掛けて、今入ったところから戻ってきて、で親指を外す。そしてこの糸を引き締める。これで指でかける作り目ができます。これを、全部で40目になるまで続けます。でこの作るときに、目と目の間を5ミリずつぐらい開けるようなイメージで作ると、引きつれた感じがなくていいんじゃないかなと思います。ぎゅうぎゅうに編んでしまうと、手を入れるときにちょっときつく感じることがあると思いますので、ちょっとゆったりめに作るといいんじゃないかなと思います。40目作りました。そしたら真ん中からコードを出します。端から20目数えますね。2、4、6、8、20。ここからコードを引き出します。今回はマジックループで編むのでこのようにしていますが、4本針とか使う方は4本針の状態、4本針で輪にして作ってください。そして糸がついている針を奥に、
糸がついていない針を手前側に持って、でこの糸を針の間から出します。糸玉側の糸は針の間から出します。で左手の人差し指にかけた状態で、編み地がねじれていないように全部この針の上にこのループが来ているような状態にして、で奥の針をビヨンと引き出していきます。そしたらこれで作り目が完成です。でここからガーター編みを3段編みます。最初の1段目を表編み1段と考えて、次の段2段目は裏から裏編みを1段編みます。針を向こうから手前に向かってこのように入れて、糸をかけて向こう側に出します。そして左の針から目を外します。これが裏編みです。これを1段続けます。まず手前の今左手で持っている針にかかっている目をすべて裏編みします。ちょっとマジックループについてよくわからないという方は、マジックループの解説の動画以前作ったことがあるので、そちらも合わせてご参照ください。ちょっと最初の1段、この段はちょっと編みづらく感じるかもしれませんが、この次の段からそんなに編みにくくなくなりますので、ちょっとここは頑張って編んでください。左手の針にかかっていた目をすべて裏編みしたら、コードを引っ張って、編み地を繰り返します。そして今度は今手前に来た目を左の針に編める位置まで持ってきます。そして奥側の針を引き出して右手で持ちます。またこの左の針にかかっている目をすべて裏編みしていきます。2段目が編めました。3段目は、ガーター編みなので表編みを1段編みます。でこのまま表編みを1段編んだら、次の段は裏編みを1段編んで、4段のガーター編みができるようにします。ガーター編みで4段編んだところです。そしたらここから模様編みを始めたいと思います。今回の模様は、8目2段の模様の繰り返しで、表側と裏側でバランス良くなるように配置した編み図になってます。編み図を含めた、PDF パターン、ダウンロードパターンを、編み地クラブのストアの方で販売してますので、そちらを合わせてご利用いただければと思います。じゃあいきます。模様編み1段目です。まず表裏表、そして掛け目表中上3目一度編みます。まず左の針にかかっている2目分を表編みの要領で右針に移します。そしてその次の目もまた表編みの要領で右針に移します。そしたら針を突き合わせるように今移した3目に左からこのように針を入れて糸をかけて引き出します。これが中上3目一度です。これで3目分の目が1目になってます。そしたら次表編みをして掛け目、これで2回掛け目した分を含めると、ちょうど目数が同じ数になります。はい、またこの今編んだ8目が、繰り返しになります。表裏表掛け目表中上3目一度
で掛け目で、表裏表と編むと最後1目残りますので、ここを滑り目します。編まずにそのまま右の針に移します。これで1段目、片面が編めました。で裏側も同じように編みます。模様編みが1段編めました。そしたら次2段目です。2段目、まず裏表裏と編みます。そして表編みを5回1、2、3、4、5でまた裏表裏、5回表編みです。で、最後1目残ったところは表編みをします。反対側も同じように編みます。あとはこの模様編みの1段目と模様編みの2段目を交互に繰り返していくだけです。簡単でしょ。今回のは透かし編みに初めて挑戦する方でも、すぐに覚えられるように作ってみました。ちょっと前回の、透かし編みの靴下難しいなって感じた方でも今回のはきっと大丈夫。右と左とかもごちゃごちゃあっちが出たりこっちが出たりっていうこともないですし、わかりやすいんじゃないかなと思います。そしたら、これでこの1段目と2段目の編み方を繰り返して、作りたい長さから親指のここら辺まで、こっちじゃなくてここら辺までのイメージでお好きな長さに編んでください。しばらく編んできてちょうどこの親指の付け根ぐらいのところまでの長さになって、ここで親指の穴を開けたいと思います。でこの時に模様編みの1段目を編んだ状態から、穴を開ける作業を始めると後が楽なので、模様編み2段目を編んだ状態ではなくて1段目を編んだ状態で、穴開け作業を始めてください。で、親指の穴はこの片面の3分の1から4分の1程度の目数を避けて、後で穴を作る、後で穴の部分だけ編むっていうような形で作っていくんですけど、今回片面が20目、1周40目でできているので今回は6目避けて、編み進めていこうと思います。右手と左手で穴を開ける位置が変わります。右手の場合は最初の6目、左手の場合は最後の滑り目を避けた後半の6目、右手の場合は編み始め側なので最初に避けてで作り目をしてって編んでいけばいいんですけど、後半の場合は7目残したところまで編んでから穴開けの作業を始めてください。じゃあやってみます。まずほつれ止めで最初の6目を針から外します。で避けておきます。そしたら別糸で鎖編みを15目ぐらい作ります。かぎ針を使って、この別糸はこの編んでいる糸とは違う色の方がおすすめです。でただあんまりにも違う色だと、繊維がちょっと残ってしまったりすることがあるので、なるべくあんまり目立たないような色の方がいいかなと思います。じゃあ、かぎ針を使って、糸の上から針を当ててくるっと回して交差したところを押さえて糸をかけて引き出します。そして、15回鎖編みを編みます。あんまりきつく編まない方が後で使いやすいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、はい、
鎖編みを15目編んだら15センチぐらい残して糸をカットします。そしてこのまま引き抜きます。これで作り目用の鎖編みができました。このさっき編んだ鎖編みを使って作り目をしていきます。鎖を見て、裏山を拾っていくのでよく形を確認してください。こんな感じで V の字になっている方が表で、裏側はこのポコポコポコと山が出て出っ張ってるようになっている方が裏です。1つ目はちょっと拾いづらいので2つ目の山に針を入れて、今まで編んできた糸をかけて出してきます。でここすごく緩んでしまうと後で糸が余ってしまうので、あんまり緩まないように気をつけてください。そして次のまた裏山に針を入れて糸をかけて出します。でこれを繰り返して6目拾います。6目拾いました。そしたらこのまま続きを編んでいきます。模様編みがつながるように編む必要があるので、6目よけた後は2回表編みをしてからですね、2回表編みをしてからかのこ編みになります。で裏表裏でまた5回表編み、1、2、3、4、5でかのこ編み、裏表裏、最後が表ですね、はい、これで親指の穴が開きました。そしたらまた、しばらくこの今度は指先の方まで隠したいところ、この辺ぐらいまでですかね、日よけのことを考えるとその長さになるまで模様編みを続けていきます。はい、で作り目をした次の段なんですけど、もう針にかかっている目をそのまんま今まで通りの模様編みで編めば OK です。多少編みにくく感じるかもしれませんが、今まで通りの編み方で編んでください。はい、じゃあ、指先の方まで続けて編んでいきたいと思います。親指の穴を開けた後、だいたいこれぐらいかなっていうところまで編みました。そしたら最後にガーター編みを4段編んでおしまいにしたいと思います。1段目はすべて表編みです。2段目は、全ての目を裏編みで編みます。
3段目は表編みです。4段目で裏編みを編みながら伏せ止めをしていきます。1目裏編みを編んで、次の目も裏編みしてから先に編んだ目をかぶせます。また次の目を裏編みして目をかぶせる。これを繰り返していきます。最後の目まで伏せたら糸をかけてもう一回かぶせて15センチから20センチぐらい残して糸をカットします。そして引き抜きます。糸端の始末をします。糸端の始末の仕方は以前詳しくまとめた動画を作っているので、そちらでご確認ください。今回は輪になっているので一旦頭の最初の目に通してから裏側で糸始末をするといいと思います。編み始め側も同様に糸始末をしてください。そしたら親指の部分を仕上げていきたいと思います。最初にほつれ止めにかけて休ませておいた目を針に移します。使うのは今まで編んできた針と同じ針です。そしたら反対側の針を使ってこの鎖編みに通している目を拾っていきます。引き抜いてあるだけなので、まずこの鎖編みをほどきます。鎖をほどきながら一目一目落とさないように気をつけて針に移していきます。はい、これで親指の目が拾えました。そしたらこれを編んでいきます。今回は、親指を長く編む予定ではなくって、ちょっとガーター編みを4段この最初の編み始めと編み終わりと同じような編み地にしたいなと思っています。そしたらまずは1段目は表編みを編んでいきます。まず最初の針にかかっている目を全部6目ですね、表編みをして、そして続けて反対側の針にかかっている6目を表編みします。1段目が編めました。次は2段目です。この糸端はこの穴の中に入れておくと後で糸始末するときに間違えることがないのでいいと思います。そしたら2段目は裏編みです。全部の目を裏編みで編んでいきます。続いて3段目表編みです。で最後は裏編みをしながら伏せ止め、さっき指先で編んだのと同じ編み方ですね。これで仕上げます。はい、そしたら先ほどと同じように糸をカットして引き抜いて裏側で糸始末します。糸始末するときにどうしてもこの編み始め側のところとかちょっとサイドの穴のようになるのが気になるっていう方は、まあ、透かし編みだから
もう穴だらけなのでそんなに気にすることはないとは思うんですけど、気になる方はこの糸始末するときに少し補ってあげるように始末していくといいと思います。こんな感じで穴の周りを通るように糸を進め通していくと、割とこの穴のところがちっちゃくなるような感じで目立たなくなるので、気になる方はやってみてください。でも無理にね閉じようとしなくてもそんなに気にしなくていいと思いますけどね。特に今回はメリヤス編みの編み地と違ってそんなに目立たないですしね。結構なんかこのどうしても穴が開いてしまうっていうお問い合わせ多くって、まあ普通に考えて穴は開くんです。なので、糸始末をするときに少し補ってあげるっていうのでいいんじゃないかなと私は思ってます。で、編み始め側にも糸端があるので、こちらも同様に糸始末します。はい、これで編み上がりです。一応仕上げにスチームなんかを当ててあげて形を整えてください。どうでしょうか。ちょっとした日よけに使えるんじゃないかなと思います。紫外線がどんどん気になる季節になってきたので、ぜひ編んでみてください。作り方に関するご質問などございましたら、この動画のコメント欄からお書きください。なるべく早く回答するようにしています。このチャンネルでは、編み物に関する糸や針の情報、オリジナル作品の編み方の解説などをしています。動画がいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。